こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。リフォームで失敗する人の特徴、これが今日のテーマとなります。せっかくのまあ、リフォームなんですけれど、今回のリフォームが最後もうしてよかった、このリフォーム。やっぱり成功する人の特徴、こういった形あるんですよね。逆にですよ、せっかくのリフォーム、今回のリフォームが最後って思っていたのに、こんなはずじゃなかった。 ああ、話が違う。失敗する人の特徴。これもあるんです。今日お届けするのは、工事が終わってからでは、後悔先に立たずですよね。学ぶべき失敗する人。つまり、この失敗から学びましょうよ。失敗する人とはどんな人失敗は成功の母と言います。失敗する人の特徴5前このテーマで、今日もご用意させていただきました。一つ目、情報。 不足そはそうですよね。二つ目、情報型あら矛盾ですか三つ目、価格のみ重視、安い会社一番こんなケース危ないですよ。四つ目、ざっくりとした打ち合わせ、お任せ、これも危険です。最後、一緒に作り上げる、その気持ち不足していると危険ですよ。このテーマです。まず、一つ目、 情報不足。やっぱりですね、こういった商品知識っていうのはこういった動画見ながら学んでるんですかこれはいわゆるハード面、ものですよね。それ以外にも、やっぱりソフト面という、そういったまあできることであったり、クロスのどういった色目であるのが本当はいいのか予算、業者、後期、資金、契約。こういった細かいところも両方必要だと私は思います。 で、できること。まあ、こういったことを事例を参考に、各今、メーカーがですね、ホームページで、リフォーム事例みたいな形。これだったら、TOTO 安心リモデル。えー、こういった、えー、TOTO が独自に提供している、まあ、TOTO だけの商品じゃないものもホームページで、クリナップであったり、いろんなリクシルであったり、そんな事例も紹介してくれてるんですね。ですので、まずメーカーのホームページから、情報を取ってくる。 例えば、それ以外に、こういった L 型から2型に変えれるんですよ。こんな事例なんかも参考に、こういったいろんなところから情報を取っていきます。私、おすすめしているのは、YouTube はもちろんなんですけど、案外ですね、私の動画見てる方、やはりちょっとこう、 SNS、いわゆるインスタはまだあんまりやらないのって方いらっしゃるんですよ。インスタめちゃくちゃおすすめです。例えば、このインスタグラムのところでいつもおすすめしている私と同じリホームペガサス家のサチのリホナビ。これサチさんが作っていただいてるんですけれども、こういった内容からどん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 いろんなコンテンツ、私も紹介させていただいてます。そしてクロスの品番であったり、これだったら対面キッチンにするとき、実は、寸法がなくても、シンク側だけ、 こういう風にすればできますよ。こんな事例なんかも紹介してます。ぜひこちら、この動画見た後に概要欄でぜひチェックしてみてください。こちらの方から、そのインスタグラム、一度いろんな形で参考にできるものあるんじゃないかなと。二つ目。これが多いんです。情報型。 相見積もり多すぎこんな感じで今私のこの動画見ている方、うんうんっていう方もいらっしゃいますかやっぱりですね、こういったまあリフォーム失敗したくないからこそいろんなところに行っていろんなショールーム見て何が正しいのかわからない。こんな形でショールーム見すぎると疲れませんかもうなんか頭がパンクしそうそうなんです。情報って実は多すぎると何が正しいのかだんだんわからなくなりますよね。 これってジャムの法則って聞かれたことありますかこちらコロンビア大学の、えー、こちら、えー、シーナ・アインエンガーさんが、えー、されたジャムの法則。これ、えー、とても有名な、えー、話でですね。ある、まあ、食品売り場のところで、二つの実験をしました。一つ目は、この24種類のジャムを置いて、これ中から好きなものを試食で、販売で選ぶ。もう一つ、6種類だけのジャムを置いて、これ、どっちが売れたのか。なんか、 聞いたことありますそうなんです。6種類。つまり、選択肢が少ない方が人は選びやすい。そういったことになるってくるんですね。ですから、この選択肢が多すぎると、脳が、いわゆる疲れてしまうんですよ。疲れるからもう決定回避、もうちょっと考えたくない、リフォーム当分、いやいや、みたいなことになってくる。そうなりたくないですね。リフォームしたいにもかかわらず、脳のこういった働きで、やっぱり私たち左右されていっちゃいます。 3つ目、価格のみ重視、安い会社20バルもちろん、安いに越したことないですよ。ただし、相場より安いとかですね、チラシ見て、ああこれいけると思うと案外危険なことって多いんです。なぜかそのチラシでもコストかかってますよね。で、実際にですね、じゃあそのコスト回収するためにどうするんですかっていうことですよ。じゃあ、例えば、安い職人 えー、いわゆる本職じゃない職人、多能工という名のもとに、技術的にちょっと、えー、電気免許持ってないんですかみたいな。そんなことってあるあるです。そして、スキルの浅い職人を使用する、追加工事、数年後に発覚、こんなことになると、とっても危険ですよね。ですので、まず、まあ、こういったこと、チラシを見てすぐ決定したとかですね、飛び込み営業までお願いしたとか、知り合いの業者にも全部もう任せてたとか、いや相見積もりで一番安い業者決定なんていうのは、 安いというのが目的なのか、満足するリフォームがどっちなのかということだと思うんですね。例えばもう今回は安いっていうことだけでこだわろうとしったらもうこの通りやっていただければ大成功。逆に満足する、そんなリフォームだとちょっとこれだと危ないかなと思います。そしてざっくりとした打ち合わせ。これも危険なんですよね。この図面、使用見積もり、仕上げ、トラブル、こういったものしっかりしてない。 実はなかったんですとか、口頭約束だらけ、注文書なし、契約書なし、後期支払い条件変更時の取り決め代用全然なし。こういったことになるととっても危ないです。最後、これなんです。これ、やっぱりですね、そうは言っても工場のように、このロボットが何か車を作る製品が出来上がる、そんなものじゃないんですよ。現場というものはもうある意味生き物。 手仕事で作っていくわけですよね。そうすると、やっぱり人が作っていくものですから、全部完璧に手作りのもの、全部何グラムから全部料理だって合うわけではないですよね。やっぱりそのさじ加減っていうのはあって、それをうまく合わせていく。だからこそ職人ということになります。そういった工事業者、それから営業マン、スタッフ、みんな含めて一緒に チームとして盛り上げる。ですから、リフォーム会社選びっていうのは、リフォームのパートナーを選ぶ。そんな気持ちだと私はいつも思っています。ですので、良い業者とか良い担当者が、そういう、例えば、イライラしてたら、あれちょっと危ないからな,なんかちょっとこれ見積もて、なんかそんな大変な感じだったら、いけようかな 思っちゃうわけですよ。ですから、ある意味よくこういったことってあるんですよ。クレーム費をあそこはね、見とかないといけないのよ、みたいな感じで。予備費ちょっと多めにとか、見積もりの形、えー、これもういいよ、もう逃げちゃおうよ、ちょっと高めに出して、みたいなこと。これも業界の話で言うとあるあるです。やっぱりあそこは危ない。ただあそこの、いや、ご主人、あそこの奥さん、みたいなこと言われないようにですね。やっぱり皆さんが、やっぱり、 お互いの、まあ、パートナーだと思って、チームメンバーを選ぶつもりで工事業者を選ぶと、とってもこれはうまくいきます。どううまくいくのか。いや、ちょっと奥さんにこれ商談して、あ、ちょっと困って。あの奥さんこれ好きだったと思う。こういうふうにしていいんじゃないやっぱり人同士なんで、お互い伝わります。ですから、あなたがもし、騙されてないかっていう目で見てたら、 向こうもなんかその圧が伝わります。あなたがこの人素敵だなと思ったら相手も素敵だなと思っています。そういったもので、やはり一緒に作り上げる、やっぱり気持ちとっても必要じゃないかなと思います。なので、価格だけの会社って言うとちょっと危ないかなと思っちゃいますね。ということで、信頼関係。やっぱりここじゃないですか。例えばですね、これ、えー、物を決めるとき、まあ、例えばそうですね、男性の場合はですね、理論派なんですよね。私もやっぱりある意味わかります。で、 すぐ、なんかこう、え、でもそれはエビデンスはみたいな感じ。リフォームになると特にこういったことっていうのが結構出てくるのが、まあ、ああのー、なんでしょうね。仕事とリフォーム選び同じになってませんかよくあるんですよ。マンションのそうですね、管理、えー、組合とか行ったりすると、なんかこう、5、6人男性が集まると、何かのもう、なんていうんですかね。自分の、えー、仕事の、 やっぱりそういったものを女性が入ると今度コミュニティとしてうまくやりますね。これ男性と女性の脳の違いだと思うんです。男性はとかくやっぱり理論派。女性はある意味感覚、直感がすごくいいですよね。それと見る目が違いますね。そういった面で言うと、 男性結構お金っていうまにフォーカスしがちなんです。女性はなんかデザイン的な色みたいなことを、えー、とてもあります。逆に女性は何かあるとすぐ不安とか心配とか、そこネガティブなところでやっぱ反応しちゃいますよね。女性ってやっぱりそういったもの。男性は逆に戦うっていう形で何か言われたら、いや、俺が言ってやるってなっちゃいます。こういったところ。 その特性もあるんですけど、やっぱりお互い違いを認めてあげるっていうことが必要だと思うんですよね。そういった面で言うと、職人さん、えー、ご夫婦、皆さんチームとしてうまく回っていくには、相手を認める。まあ、ちょっと、あの、余談かもしれないですけど、どうやったらいいのかなまず、一つ大切なことはですね、何か言われても一回ちょっと、えー、受け止めてあげて、それから、 え、返すっていうのも必要かもしれませんね。なんか、いや、それいらない、それいらないって言われてると、えー、小じおさんも提案する気なくなるますし、例えば、ごぐぐで物を決めるときもよくあるあるですよね。それはやだ、やだと。まず一回飲み込んで、そして、ああ、なんでそうなんのと聞いて、そして、ああ、なるほどねって言っても、もう一回、あそういう意見もあるよねっていうふうに返すこう。お互いのやっぱりコミュニケーション、キャッチボール。やっぱり、だん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 、えー、組織っていうのは今言われてるのが、 心理的安全性。何か言ったらすぐ否定される。何か言ったらすぐにこういうふうに言ってくれ。そういう気持ちになると、言う気もなくなったり、伝える気もなくなったり、お互いが不安感になります。この一緒に作り上げる気持ち。まあ、ある意味のサンドイッチ。いいこと言って、伝えたいこと言って、最後はいいこと言ったけど、このサンドイッチで会話っていうのはあると、サンドイッチの会話トークっていうのは、いつも誰かに伝えるときは私は必要かなと思ってます。それがやっぱり、私も、 授業をやっている中で信頼関係がとっても重要だということで、リフォームとちょっとずれましたが、やっぱりこの辺一緒に作り上げる、一緒に解決する、こういったチームを見つけれるといいんではないでしょうか。ではまとめいきましょう。失敗する人の特徴5000。情報不足。こちら、商品知識、超新知識以外もとっても重要だと思います。2つ目、情報型。 やっぱり、まあ、私の動画毎日やっててこんなこと言うのはあれなんですが、情報多すぎると疲れますからね、見すぎ注意です。三つ目、価格のみ重視。安い会社、安い会社ばっかり行くと、そこにフォーカスするととっても危険です。本当に欲しいものが何なのか。ちょっと、まずやるべきことっていうのは、書き出すっていうことが必要ですね。あなたの今回やりたいリフォーム、何をしたいですか何が一番重要ですかそれを置いてみて、ちょっと俯瞰してみて、一つ一つ整理してみる。頭の中を一回、外に紙というものに、 アウトプットする。これってとっても重要かなと思います。私もこういったパワーポイントを出すとき、バーッと台本同じように喋ってるんですよ。ですけど、一回アウトプットするわけですよ。ここに書きながら。書きながら脳で整理する。書きながらいろんなものが想像できる。そして、えー、ざっくりとした打ち合わせには注意が必要です。最後、一緒に作り上げる気持ち。やっぱりね、お互い伝わりますね。相手を えー、否定しない相手に対してお手のチームで作るそういった気持ちになるそんなリフォームになるといろんな提案がどん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 入ってきます聞こえますということでそういったあなた自身がそれを引きつける磁石になってみてはいかがでしょうか本日のこちらインスタグラムこちら、えー、サジのリフォーム貼ってますんでね是非こういったものも、えー、情報引き寄せてください次の動画でお会いしましょうありがとうございました